皆さんこんばんは投資の隠れ家へようこそいらっしゃいましたさてさて今回は今週の株価を振り返っていますよ今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までごゆっくりとお楽しみくださいませこのチャンネルでは今後も AI が予想する日経平均株価を公開していくためにチャンネル登録やメンバーシップへの登録をお願いしています是非この機会にご協力をお願いいたしますではでは めてきますさてさて今週の日経平均株価は上昇し最終的に前週末比で740.95円高い3万2265.17円で終えました米国のデフォルト債務不履行が回避されたことから6月5日の日経平均株価は大幅続伸で33年ぶりの3万2000円を回復しています 翌日以降も海外投資家による日本株を先行する流れが継続し7日には一時3万2700円台まで上昇しましたその後急落して3万1500円を割り込む場面も見られましたが8日にはすぐに米国市場が上昇したほか先物オクション特別生産指数算出 S 9算出に絡んだ機内が買い越しだった影響もあり9日の日経平均株価は大幅に反発し 3万2000円を回復しました個別銘柄についてはハイテク株の一角は利益確定の売り圧力に押されましたが出遅れている景気敏感株などが物色されるなどリバランスの動きが目立ちました非常にボラティリティの高い状況ではありますがこの AI 予想の動きとともに株価の波動を予想していきましょうこれまでの日経平均株価の動きから来週の日経平均株価は 金曜日に報告している報告通り下落してスタートすることが予想されますその後はまたまた非常にボラティリティの高い動きになると見ていいでしょうただここから AI 予想ではしっかりと買いで進むことを示唆していますので勇気を持って余裕資金で買い進めましょうこのチャンネルでもその他の投資についても報告していきますのでぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいね いいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな